早いもんで、次の曲が最後の曲になりました。一応です。今日は、皆さんどうもありがとうございました。お別れです。チャンピオン。1, 2, 1, 2, 3, GO!
ベンチで君は決めた。唇でそっとつぶやいた。帰れるんだ、これで旅のどこに。帰れるんだ、これで帰れるんだ。最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。あと、まあ、先ほど千葉ちゃんからもありましたが、今日ズリアン2の、マオさんはじめ皆様、関係者の皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それからですね、いつも撮影とかね、サウンドチェックを手伝ってくれるスカちゃんも、あれスカちゃんいますか。あ、スカちゃん、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとう。また再起と同じで、まあ、来月12月20日の新紅葉で、ライブがありますので、皆さんもしご都合がつけばまた遊びに来てほしいと思います。まあ、ジャズバーが基本なのでね、ちょっとそういうレパートリーを次回増やそうと思ってますので、まあ、今日はちょっとね、触りだけやりましたけど、もうちょっとたくさんやろうと思ってます。それから、皆さん本当に、まあ、今日こうやって来ていただいて忙しいところありがとうございました。で、まあ、もしね、よろしければ皆さんの今度ね、口から今日ナバカフェっていうグループのね、ライブに行ってきたよって、まあ、今度でね、会ったり一緒に行こうよとか、行ってみたらとかね、言っていただいて、ね、お友達等をね、連れてきていただけると我々も非常に助かります。本当に今日はどうもありがとうございました。じゃあ最後の曲になりますが、ボーイのオンリーユー。いつも愛は過ぎゆけたけれど、お気づきにほどに怯えないゆえ、今の俺を信じて。 I want you 幸せにしたい。バンキーよ、
これでライブは終わりにさせます。今日どうもありがとうございました。また会いましょう。Thank you.
ありがとうございました。私は彼らとはですね、朝日中で1、3年一緒だったんですよ。実は。うん、で、よっちゃんと、ウッタとは同じバスケットで私指導してましてね、で、3年間一緒に。どうも、奥様ありがとうございました。お嬢ちゃんもありがとう。こういう素晴らしいバンドが結成されて、これだけいろんなところで活躍していくっていうことをね、聞きながら、またそういうの、今年の8月かな、四街道でやってくれて、そこで私と同じその当時一緒に担任やった先生とこのライブにね、素晴らしいな。で、これいつ結成したったら、先ほど打ったわけ言ってましたけど、1年ちょっと前ですかね。うん、で、その時に、このよっちゃんが中心に、当時6学期だったんですけど、6学期